それでは始まりました基礎英文法講座今回は第4文型の第2回目ってやつですねはい第4文型覚えてますかそうそうお椀に酸素をあげるってですねまあ人に何かを与えるとかっていう時によく使われるやつだよって言ったやつですね今回も問題をまず解いてみましょうさあまたいつもの通りですね動詞が空欄になってますが I can なんとか everything for you lend tell get send はいできましたがそうですねちょっとレベルが上がりましたよねなんかどれもいけそうじゃないあんたのために貸してあげるよ言ってあげるよゲットしてあげるよ送ってあげるよって言えそうですよねえ実はヒントになるのは4っていうやつなんですねもの4人っていう形を取れるのが実は1個しかないんですよ実は ゲットしかないんですね今回はこれについて説明していきたいと思いますね前回ねこいつらみんな第4文型取れるって言ったんですけど実はちょこっとね使い方に違いがあるのでそこをね見ていきたいと思いますねはい「はい、I can なんとか e v e r y t h i n g なんとか言う」っていうふうに書いてあるわけですがさっきのね前置詞のところをぶった切ってぶった切ってかと取っ払いましたえ実はここにね「LAND」を入れた場合ね「はい、I can land everything」全部貸してあげるよっていうんですけどその時はね to なんで、すよ。tell、ですか。あなたに全部言うよっていう時は、e v e r y t h i n g to you になります。次の send も、send と send ね、スペル似てるよね。I can send everything to you。こいつらの場合、全部 t o を取んなきゃいけないんですよ。それに対して getmy は everything for you っていうふうになりますえ。前回やった第四文型っていうやつはそう、覚えてますね。そう。人の方が先ですね。これにこれを。 与えるの場合ですか I everything can get you 全部ゲットしてあげられるよとかっていうやつなんですがこの場合はどれでもいいんですよ。I can lend you everything. 全部貸してあげることできるよ。I can tell you everything. 全部伝えてあげることできるよ。I can send you everything. 全部送ってあげられるよとかっていうふうになるんですけどこの人と物の部分ですね。O1 と O2 の部分をひっくり返すと2になるやつと4になるやつっていうのがある。ややこしいですね大学入試してね。 ややししいいののを出したいの高校入試も問われることがあるんで、まあ、見ていきましょうかまず復習ですね、はい、第4文型を取れるものえ前回の動画でやりましたが「そスキープ・オフェル」で「プロバイド」っていうのねえ辞書に避けた方がいいとかって書いてあるせいでね学校とかだと罰になる可能性もありますがえ実は使われますと貸すとか送る伝える教えるってやつ前回やりましたね「I'll give you everything」全部与えてあげるよ O1O2 ですねこれを与えてあげるよですがこれを引っ 振り返すと、そう、I'll give everything to you というふうに to になります。人物の順番を物人に変えると、物 to 人っていう形になります。I'll give you everything と I'll give everything to you というふうに覚えてください。そうすれば、give 人物だし、give 物を to 人だなっていうふうになりますね。え、あなたにペンを貸してあげるよって、I'll lend you my pen。これも前回やったやつですがはい、これ人物をひっくり返すと。 そう、so, I'll lend my pen to you っていうふうになりますね。人物ものを逆にすると、to を使う。はい、続いて、はい、I'll send you a letter. はい、あなたに手紙送るよです。はい、これも逆にすると、I'll send the letter to you っていうふうになりますね。これは、I'll tell you everything. はい、全部言うよだったら、そう、I'll tell everything to you っていうふうになりますね。はい、そういうことなんです。I'll teach you English. 英語を教えてあげるよ。I'll teach English to you. そう、使えるようになるためには、そう、これを 覚えてください理屈は教えてあげますがちゃんと覚えてくださいまずね使えるように自分で出せるようにでそれに対してはい2個目のキャラクターたちこれもやりましたねゲットとかバイとかク o クとかメイクとかファインドってやつですねゲットしてあげるよ買ってあげるよ料理してあげるよ作ってあげるよ見つけてあげるよっていうやつですねはい I'll get you some water あなたに水をゲットしてあげるよ s o い e water っていうのがあってこれを入れ替えてやるとどうなるんでしょうそう、so, I'll get some water for you って形で for になります オーケットの場合は、I get some water for you っていうふうに for になるっていうのも覚えますね。I buy your everything はす、い、べてを買ってあげるよね。私はお金持ち。ははは。ね。これは I'll buy everything for you という形で for になります。こいつもね。じゃあはい、I'll cook you something こね。I'll make you something。あんたになんか作ってあげるよ。こいつらはね、I'll cook something for you。I'll make something for you。はい、こうやつらも for を取ります。I'll find your new house。あなたに新しい家見つけてあげるよっていうのも、I'll find a new house for you。 っていう,ふうになりますそうですだから一って書いてあったグループと二って書いてあったグループで O1O2 っていうのを逆にした場合取る前子が違うんですよじゃあこいつら一体何が違うのかっていうのを見てみましょうか最初のグループははい、えー、こういうキャラクターたちですね「uh, give offer lens and tell teach」とかっていうキャラクターですね え、こいつはですね、get, b y cook, make, fine とかっていうこういったキャラクターで何が違うかわかりますか実は特徴が全然違うんですよ、こいつら持ってるものえ、気づきますはい。え実はえ give, offer, lend, send まあ、ね、いろんな人がいろんなね説を唱えてるんですけどもえこいつらは基本的に一直線でできることですで、この give とか offer っていうのははいあなたにあげますよっていう形で一直線にできる でさらに land ですね貸してあげるよはいこれペン貸してあげるよとか、はい、手紙を送るよとか、はい、これ教えてあげるよ言うとか teach もそうですね一直線にできるやつで「トっていうのはよくねこ右向いてる右向きの矢印だって考えなさいって言われるんですけどそうですこいつら一直線にこれをあげます貸してあげます教えてあげますというふうに一直線にできるものそれに対してこっちっていうのは一旦なんか別のことしなきゃいけないでしょ まずゲットしてきて、それをあげるんですよ。何かを買って、それをあげるんです。作ってあげるんですよ。見つけてあげるんです。こっちはどちらかというと、まあよくためにとかって訳されるんですけど、そうあなたのためにこれゲットしてきてあげたよ。あなたのためにこれ買ってあげたよ。あなたのために作ってあげたんだよ。あなたのためにこれ見つけてやったんだよっていう、そういった感じ。 まあ、いろんなね、説があって、まあ、それを調べてみるのも面白いかもしれないですけど、こうやって覚えておくと間違いないですから。あ、ね、直接的に、もう一回でパッとできちゃうものが、あ,あ、トになることが多いんだな。それに対して、こっちは、なんか一回別の動作やって、あなたのために、こうやったんだよ、っていう感じなんだな、っていうふうに覚えてください。まあ、わかんないですよ。いろんなね、例外見つけてくる。おこれ、違うよ、例外<ん>。とか言ってね。え、言う人はいるかもしれないですけど。 英語業界なんか切ってない、切ってない業界ですから、性格の悪いエセ専門家みたいなのがいっぱいいるところですから、ね、こんなこと言っちゃうといけないが、そういうのが書かかるかもしれないですけど、まあ、どうせ全部ブロックしますから、そんな例外みたいなことばっか覚えなくていいですから、そういう違いがあるんだなって覚えてください。で、それぞれのキャラクターを、Give your everything, give everything to you とかね、Offer you everything, offer everything to you、ね、Get your something, get something for you とかね、Buy your something, buy something for you っていうふうに覚えててください。具体例を覚えれば、わざわざこんなルールを覚える必要は ないけどまあ受験生でも時間ないっすとかってね今見てる人はこうやって覚えててもいいかなって感じですそれではですね、えー、今日の英単語に行きますね今日の英単語はランドとレントっていうやつです、えー、非常にねややこしいんですよこれねそもそもほら日本人 L と R 区別できないから似てんですよ音がねで「ランド」っていうのは「貸す」ってやつですねあ大丈夫ですかカスじゃないですかねそうあでもそっか地方によっては貸すっていう意味が貸すになるのかはい でとレンドっていうのはあのローンって聞いたことありますね。そうローンを組むとかってこれ同じ単語ですもともと。これ貸すっていうので、えー、覚えやすいですけどこのレントっていうのがねやっかいなんですよ。そうするとねまたバラウっていうほら借りるっていうのがいて分かんなくなっちゃうっていう人がすごく多いんですね。でレントっていうのは、まあ、結構ね習うんだけどお金を通して借りるやつだよっていうふうに習いますね。 合ってるよそれは確かに正しい、ね、非常に大事なんだけどそれしか知らないそこまでしか知らないってい人が多いので気をつけてください、ね、え例えば「We rented a car」とかって言いますね「レンタカー」ってうここから来てるんですよ「rent a car」だから「レンタカー」って言うんですけど「We rented a car」って言えば車を 借りましたでも車を借りた普通に「We borrowed a car」って言った場合に「車を借りた」って言ったらなんか友達からで、ね、車を借りたみたいな感じですか We rented a car」って言った場合はお金を払ってそのレンタカーの会社にね払ってる感じなんですよあちなみにアメリカだと「rent」サイパン行った時は「rent」って書いてありましたけど「rent a car」って書いてありましたけどイギリス圏だと「hire」っていうので、ね、普通「hire」ってなんか雇うで有名ですけどこういうふうに車借りたい時には「hire」っていうんですよまあ日本でもね「hire」 っていうカタカナで使ったりしますけどだからニュージーランド行った時はハイヤーって書いてましたねハイヤー e r c 話を戻しますはいで We rented a car てああ知ってる知ってるお金払って借りたんだなって思うんですけど Rent って実はお金を通して貸すって意味もあるのでこれ気をつけてくださいそうだから借りるとは限らないですからね貸すって意味でも出てくるので、えー、気をつけてくださいそうレンドとの違いは Rent は必ずお金を通すんですけど、はい、貸すって意味で出てきますだから気をつけてねそういう時は、まあ、別になくてもいいんですけど一応アウトとか to ってていいいいうのががついてることが多いですだって「We rent a room」って言ったらさほら家借りてんのか貸してんのか分かんないので,でそういう時に「out」をつけてやると「We rent out a room」って言ってやるとそれ貸すっていう意味になりますね。で「We rent out a room to can」ってねほら「can」にさっきやりましたね矢印こっち向き「can」に向かって貸してあげたよっていう形で「貸す」っていう意味の場合は「out」とか「to」がついていることが多いです。 だからそうするとややこしくないから、ね、部屋を貸してあげたよとかねあとは名詞でね家賃って意味でも出てきたりとかレベルが高いので出てくるしあとは難関大学受ける人はこの「レント」っていうのが「リース」ってなっていく 出てくることもあるのでお気をつけくださいこれもね、同じです。貸すって意味と借りるとほとんどレンタと同じように使いますので、この w e l e a s e o u t e r r o o m to c a m みたいな形でも使います。貸すでも借りるでも、こいつもよく使います。だからね、どっかの会社ね、トーマルタ、レンタリースとかってね、これ、アルコール、レントとリースを合体させた造語ですね。高校生とかだとリースって知らないかもしれないですけど、結構日本でもリースっていう単語は使われてきてますね、ねお金払って何か借りるときリースって結構使うようになってきてますので、ねはい、こいつらはほとんど同じような形で使う。 れます。はい、これはね難関大でも問われるところなので、えー、ぜひぜひ知っておいてください。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。